ちょい？なかなかすごい。いや、もうちょい頑張る。よし、こたしおっぱい。暑い。暑い。今度はちょっと下に行かん、下行かんと。おられたね。なんか狭くなってきて。うん、なんか。あ、でかい。情けない。あ、また。飲んだ？え？飲んだ。なんか塩とかね。ちょっとね、あの変な体勢を取ると。うん。どう？ちょっとバテてきた。硬い？ゆかちゃんは作業しやすくなったと思う。そうなの？うん、中。はい。見て。はい。うん。入れる。よし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 。これもうホテルですよ、ホテル。なあ、うん、ホテル並み。雪中ホテル。ろうそくボックスどこに作ります？真ん中やったらここ？ここ一個と、ここと、ここ。はい。いや、僕ね、これめっちゃ、こっちの雪は柔らかいんですよ、めっちゃ。そっち柔らかいね。はい、こっちめっちゃ硬いよね。そっち硬いんで。なんかそっちの方がいいでしょ、置くんやったら、作んねやったら、そこをちょっと拡張しての方が良くないですか。雑工機から作ります。雑工置くとこ、ここを拡張しますか。ああ、そこで置く。まあだから、うん、僕3つやもんね。じゃこっちにちょっと作って、うん、だから僕はこっちに置くとか、はい、ほんなら3つ分で済むとか。
るもん。うん。まあ、結構一酸化炭素中毒とかにはならへんもんですよ。うん。なんかどっかから隙間まで開くから。うん。なそれは一体何だ。ろうそくろうそく。え、これろうそくなんじゃ。ろうそくに見えへんけど。温まれんのじゃん。うん、温まれます。でも、そうか、スープ全部入れないね。全部入れた。行っちゃおうか。行っちゃいますか。入るかな。ここ 4G。 え？入ってんねや。うん。一本やけど。いけそうな気がする。ゴリオいけるかもないや。肉気バリバリやろ。バリバリっすよね、肉、う、気、ん。俺あんまり肉気なかったけど。あ、そうなんですか。うん、ああ、もうあラッセルがメインやからっていう話ですよね。一気に全部入れます。いやもう一気に行くしか。だし全部入れてもうでやったら。どっちみち、うん、餃子12個残しても。うん、指が出てた。うまよ。というかまた。すげえ湯気。なんかねめっちゃ濡れてる感じがするんですよね。俺もベタベタやった。私もベタベタ。中が。うん。先トイレ行った時に。染みてるんですかね。多分染みた。え？中島さんハードシェルって染みるんですか中に？ゴアテックス。何をどこがの？ゴアテックス。ゴアテックス。ゴアテックスもね。うん。こう。水にベタッと座ったり、うん、あの圧力かけたらダメですよ、ね。染みる。うん。あ多少染みる。でも汗もあるんじゃん。あでもそんだけやったら。なんかもうびっちょびちょなんですよ。ケツ。染みてんのかもしれんね、うん。それで今発散してんのよね。ゴアテックス早速やね。もうねめっちゃ寒いんですよ今。火で炙ったら。めっちゃ寒い。下半身冷たいから濡れてるからやっぱり鉄道掘るとき座っとったもんね、はい、あずっとこうやってつけてたから、はい、鉄道掘るのは結構冷えんのよ膝なんて、ね、着替えようかな着替え持ってきてるんや、うん、偉いこういう時に着替えたらいいかもねイガちゃんもピッチャピチャ、うん、トイレ行った時になんかしっとりしてたしっとりもうピッチャピチャなんですよあ、だから急にあのマット持ってきたんやそうやもう耐えられへんなこれと思ってこんな染みんねや中身ねえ、うん、ゴアテックスなのにねあかんねんねゴアテックスでもすごいっすね、うん、こんな湯気てんねや、うん、それでも全部発散してるのねええ、はい、いただきますお願いします。うん。味出てます。出てます。時間なかったら一人とかあったらちょっとだけ掘って、うん、こうやってリビブワークしたらええんですよ。ああはい。なんも全然もう違うから、うん。それだけでもやり過ごせる。うん、そうですよね。うん、穴もそんな多分1時間もかからんぐらいで掘れますよね。そうそう掘れるから。うんまあ寝れる穴掘れたら一番いいけど、うん、寝られへんかって、はい、まあその体育座りそうそう、うん、寒さをしのげる、うんまあ、これだけ覚えとけば、うん、まあどんなことあっても下まで、うん、帰れるから時間かけてもまあ食料なかったらまあまあそうですよね、うん、もう変わってちゃう寒すぎるんですよ、うん着替えた方がいいかもね。ね濡れたやつは着替えた方がいいかもね。うん、今日着替え初めての。初めて着替えますわ、着替え。ちょっと、ゆかさんこっち見んとってくださいね。パンツも全部。全部はい。ほんと見たんや、結構。えやめよう、見て。パンツ。パンツ持ってきました、持ってきました。いやもうパンツだけやったんですよタイツなかったんですよ肝心の余ってしまったあまだ食いますね食べてくれたねちょっとまず中島さんやっぱ着替えはいりますねもう着替えないね
雨の時ぐらいは持っていかない。じゃあ、やっぱいりますよ、これ。はい。鉄道の時は、時代。着替える人もおったけどな、確かに。うん、やっぱ今みたいに濡れたからって言って。そうか。こっちの方が高いんかな。お尻が雪の上に、どん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 滑っていく。え、そうか。これが一緒です。痛い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 倒れてきた。お尻冷たい。お尻強かった。いや、無理っすよ、それ。焚き火、焚き火ちゃうねんから。こっときますか、俺、摩擦で。快適。うん、もう快適です。めちゃくちゃ快適です。着替えてよかった。ただあのダウンパンツがこうちょっと丈短いから、こうもうスースーしてるの、肌出てるから。これ絶対明日の朝までに乾かさなきゃ。これ体に巻きつけとったらいいんですよね。そうかもね。ね。乾いてくれよ。朝までに乾いてくれよ。あ、足つる。足つる。あ、まさに気持ちいい。あ、いいな。な、俺食おうかな。うん、平野さん元気なくなったから寒すぎて。お尻むっちゃくみたいわ。そんなん節度掘るって分かってんねやからね、うん、着替えぐらい持ってきとかなダメですわ。節度ですよ、節度。濡れるの決まってるじゃないですか。さすがに全部は壊れへんすよ。大盛りやからな、あれ、ね、朝飯やずっとつけとかなあかんねんね。まあまあ基本雪山に入ったらもう下山するまではっていう感じですかね。テント飛ばされる時もあるし、あ、これがねぐちゃって潰れてね、これでなだれへんやろうけど、でもぐちゃって潰れる可能性はある。ありますよね。これは寒い。これ持ってきて大正解じゃないですか、これ。うん、ね、いい感じ、癒される。中島さん、何それアホみたいなやつ持ってきやがって的なね。そんな言ってない。いや、言ってないけど心では言ってたでしょ、それ。いや、ないやろな、よね。なんなんそれ、ほんで。こいつまたしょうもないもん、重たいもん持ってきやがったで的な言い方やったんですよ。俺は絶対そんな持ってない。俺の中ではあるよ。お尻もう寝るまで辛いですね。今日はもう寝るまで辛い。温泉入るまで辛い。いや、乾きますって。乾く？あの、絶対乾く。絶対乾く。で、麺とか違いますよね。違います。もう平野さん、あかんな。え？足つるわ、ケツ冷たいわ、もうずるわで、もう最悪。今もう不快極まりないでしょ。うん、下の何かを持ってきてるんじゃなかったんや。ケツに北海道あるって思う。貼ったら乾けへんのじゃん。え、ここが乾かへん。いや、温度で乾きますよ、多分。まあ、それは試してみましょうよ。うん、これどうするんですか、海道って。最初になんかするんですか。何もせんでいいんですか。パーッとするだけで。まあ、どうやら剥がしてできて貼ったら、だんだんぬくぬく。就寝時には使用しない。携帯用のでもってないそう、俺のやつ、うん、はい、負けたんか。うん、低温やけど腰、お尻には使用しないでくださいって書いてますよ。お尻には、いや、嘘ですよ。これもうこのまま貼ったらいいんですか。剥がして、ペッて剥がして、うん、裏を剥がして、うん、この辺に、このまま直に、でも中に貼った方がいいでしょ、それ。中なら、それずる、中に貼った方がいいわ、直接貼った方が、うん、この辺
どこ、こ、いや、ここでしょ、お尻、うん、もうちょっと脱げないですか、シップ張ってるみたいね。ここ、うん、ここでいいですか、うん、はい、お湯沸いたよ、オッケー、お湯入れようか。まあ、明日、沸かし直したらいいか。めっちゃ寒い外、うん、この間の八つより余裕で寒いですよ。あ、ほんま、はい、めっちゃ寒いですよ。まあ、標高高いから。これもう、ま、マイナス10度以下ですね、確実に、うん、出たあかんわ。寒い、一気に冷えた。めっちゃ寒かったです。めっちゃ寒いですよ。ほんでも夜景綺麗。夜景が綺麗。夜景見えんの。でも俺冷めますわ。なんか山チックじゃない。そう、六甲山ちゃうねやから。確かにな。いや、思ってて、ずっと里見えんなって、うん、そうなんやのに。あれが冷めんねんな。湯たんぽ、あ、確かにね。これどっかに行く？あれおしゃれやな。真っ黒になって。おしゃれやけど上焦げ焦げやなあれ。また帽子も入って完全照明。ずれね。これ完全照明だったらかなり綺麗。綺麗ですねそれ。電波入る？電波入ってますね。4G はあるけど、多分携帯のアンテナ立ってない、うん、でも、普通に LINE とかできましたよ。今、はい、松村さんと LINE してた今。マジ、はい、なんて松村さん、松村さん、よかったよって、あんま雪なかったけど、そっちはどうなんす、接道できたって来たから、ホテルですわ。寝てる。ムジモちゃんに怒ってるって言われて、え、なんでと思って。顔が真剣。じゃあ、ぽいぽいって、もう俺にぶつけるように投げてくるから。怒ってるとか。ちょっと、真剣やって。うん。互い違いにしといた方がいいかもしれない。いびきやかましかったら。中島さんと俺がいびき最強ですからね。え、いびき書くの？書き、もう俺めちゃめちゃ書く。飲んだら書くからね。え、でも昨日静かでした。あ、昨日静かでした？うん。俺もすごいっす。え、平野さんどうやった？僕もいびきすごい。ちょちょちょ、横で寝てて。昨日書いてなかった。書いてなかったよね。うん、静かやったよ。いや、中島さんも、うん、もう書いて、書くときと書かんときとありますよね。そうやね。俺、なんか、用で寝たとは書く。うん。もう、浅いときはなんか。そうですよね。もうの、飲んで寝たらもう象ですよ。ゾウのいびき、ゴーもうゴーってほんま、いびきと思われへんぐらいの音なんですよ。なんか機械音みたいな。ほんま、はい、それ農会の時。いや、もう農会の時、俺もう何の音なんかなと思って、まさかいびきと思わんかったんですよ最初。松村さん、あの音なんですかねっつって、なんやろな、よう聞いた、あれ中島さんのいびきちゃんみたいな。あんないびき初めて聞いた。そんなうるさい？いや、もうすごかったっすよ、農会の時。シリアさんのテントで聞こえてきた。そう、酔うたらね、書くのよ、かなり、うん、自分でわかります？あの、たまにいびきで起きたりしますね。するする、うんうん、浅い時はね。ね、おーおー、いびき書いてた。いびき書いてた。そうなの？あれ、いびきある。自分では起きてるつもりやねんけど、いびき書いてる時ある。どういうこと？どういう意味？起きてんのにいびきが聞こえる。寝てんねや。寝てんや。寝てる。今日寒いっすね。うん、足先あかんわ。カイロ貼る？いや、大丈夫です。カイロ。そんな外寒い。大丈夫です。ああ、寒いな。めっちゃ綺麗やな、これ。深い深い深い。
さっきの外人なんて言ってたんですかね。なんか喋りかけてきたんですよ俺に。こんにちは、ハロー、バイバイ、バイ。最後リフトで降りれると思ってたから、ほんまめっちゃだるいわ。